魔王軍幹部であろうとも我が爆裂魔法の敵ではない。このスバ偽アクアだ、捕まえてスバキにしろ。女神の名を語る魔女め、悪魔倒すべし、魔王しばくべし。あんなこと言ってる奴らなんて別に助けなくてもいいんじゃないのか。私の可愛い信者たちなんだから、温泉が汚染されたせいで興奮してるだけだと思うの。汚染された温泉か。もしかしたら源泉が毒されているのかもしれないな。源泉を浄化すれば信者の方々も冷静になるかもしれませんね。偽悪は一行だ、ここにいるぞ。見つかりましたか。とりあえず源泉へ急ぎましょう。逃げたぞ、人を集めろ。おえおえ、このスバ待て、誰かいる。あの人、前に見かけたことが。人が下手に出ていれば、やれ入信だやれ勧誘だ、なんだかんだなんだかんだ言いやがって。くそー、今にも身投げしそうな雰囲気ね。アクシズ教徒にだいぶやられたんだろうな。あら、どこかで見覚えが。あ、思い出しました、ハースさん、ハースさんですよね。あなたたちはハースなんて人違いですよ。私はここの管理人で。何を言っているんですか。同じ魔王軍にいたはずなのに忘れちゃったんですか。魔王軍。ちょっと何を言っているのか。ハースさんはデッドリーポイズンスライムの変異種でしたね。ひょっとしてハースさんが源泉に毒を入れていたんですか。こいつが源泉に毒を。いや、そんな、ただの管理人である私にそんなことができるわけ。何言ってるんですか。毒を出すのは得意でしょ。昔魔王さんのお城で。はあ、急ぎの用が、今から町へと戻りますんで。ちょっと待て、どこへ行こうというのだハンス。ここは通さないわよハンス。ごまかそうとしたようですが無駄ですよハンス。悪あがきはやめて、そろそろ正体を現せよハンス。くそー、ハンスと俺の名を気安く呼ぶなクソどもが。年月をかけて隠密に計画してきたってのに、ウィズのせいで台無しだ。確かお前は結界の維持以外では魔王軍に協力しない、その代わりに俺たちに敵対もしないという不干渉の関係だったはず。そんなお前がどうして俺の邪魔を。え、私ハンスさんの邪魔をしてしまいましたか。久しぶりに会ったから声をかけただけじゃないですか。それが邪魔になってんだ。あんたが源泉を汚染したせいで
こちらは魔女呼ばわりされてるのよ。覚悟しなさい。ウィズ、こいつとは顔見知りなんだろう。戦いにくい相手だろうから下がっていてくれ。カズマさん、私としては戦うことは遠慮したいのですが。大丈夫、最弱モンスターのスライムなんて余裕で倒してやるよ。ポイズンってことは毒攻撃してきそうだが、こっちには毒を浄化できるアクアがいる。負ける要素がない。いい度胸だ。相手をしてやる。俺の名はハンス、魔王軍幹部の一人、デッドリーポイズンスライムのハンスだ。今なんて？魔王軍幹部？カズマさん、ハンスさんは魔王軍の幹部の中でも高い賞金がかけられている方です。とても強いので注意を。スライムってのは雑魚だろ。雑魚だよな。そんなバカな話誰に聞いたのだ。スライムは強敵だぞ。まず物理攻撃がほとんど効かない。一度張り付かれたら終わりだと思え。消化液で溶かされるか、口を塞がれ窒息させられるぞ。しかもそいつは町中のお湯を汚染できる猛毒の持ち主です。触れたら即死だと思ってください。そ即死。大丈夫よカズマ、死んでも私がついてるわ。でも捕食だけはダメよ。消化されたら蘇生できないからね。あ、雑魚だと思って喧嘩を売ってしまった。どうしよう。さあかかってくるがいい、勇敢な冒険者よ。この俺を楽しませてみろ。ちょっとあんた、毒属性なんてそんなの流行んないわよ。暗いのよ。そんなんだからモテなくて魔王軍に身をやつしたんでしょ。悔い改めなさい。黙れ。先ほどの管理人もそうだが、アクシズ教徒は口が悪すぎるぞ。そういえば本物の管理人はどうしたんだよ。食った。え、今なんて。だから食ったと言っている。俺はスライムだ。食べることが本能だぞ。カースドクリスタルプリズム。ああ、俺の左腕が。確か私が中立でいる条件は、戦闘に携わる人間以外は殺さないことでしたね。やめろ、魔法を解け。冒険者が戦闘で命を落とすのは仕方がないこと。彼らだってモンスターの命を奪って生計を立てているのですから、自らも逆に駆られる覚悟は持つべきです。ですが管理人さんには何の罪もないじゃないですか。ウィズが怖いんですけど。氷の魔女と恐れられたお前を相手にするにはやむを得ん。本能のまま食らい尽くしてやる。その上毒を降らせるやつなんて危なすぎんだろ。みんな気をつけろ。この芝
魔王軍幹部であろうとも。